先生お考えになられる攻めとはというところなんですけれども、さっきおっしゃっていたような相手を動かすことが攻めという定義に当てはまるのか、ちょっとそのあたりをですね、そもそも分かっていらっしゃらない方もいるので、ちょっと教えていただけますと幸いでございます。よく攻めとは何かということを質問されるし、あるいは攻めが大切だということを言われますが、これは平素の稽古の中にその要素は皆さん実は実践していらっしゃる。ところがその攻めが効いたのか攻めが効いてないのか、攻めが十分なのか攻めが不足しているのかっていうのは自分ではわからない。したがって攻めを理解する最もの近道は攻められたということを自覚できるかどうかです。撃たれたっていうのは誰でもわかる。撃たれた。ところが攻められたっていうのを自覚できていないから攻めが、理解できない。またそれを実践に移せない。こういう悩みじゃないかと思うんですね。それで攻めを理解するのに攻められたっていうことを思い出してくださいと。皆さん撃たれたこと局面だけを思い出すもんだから、撃たれまいとする。その前に攻められてるっていうこと。じゃあどういう状況の時に攻められたというのがあるのかっていうと、私は、まあ、大きく三つの局面をいつも考えています。一つ目は、相手が、まだ、この場合では、まだまだ、時間が早いぞと、時期尚早だぞと攻め合うのは、攻めてくるのは、と思っておる、まだまだと相手が思っておるときに間を詰める。スッと間を詰める。もう来るの?という心境になる。そういうことは自分でもよくあることですね。さあ、稽古始めようと思ったら、もうスッと間に入ってきてしまう。おーっと。これは一つの攻めを実感する局面の一つです。もう一つは、よーし、気持ち充実した。よーし、攻めてやろうと思った瞬間に逆にパッと攻められる。まだまだと思っている時に攻められる。気持ち充実した。さあ、これから行くぞ、攻めるぞと思った瞬間に、その攻めるぞの攻めの背の字のところにグッと詰め寄られると、おっと崩れてしまう。これはよくあることです。三つ目。ここは非常に微妙なところなんですけれども、何の気迫も気当たりも感じないけれども、いつの間にかスルスルっと入ってきてしまう。入られてしまう。最初に申し上げましたのは、まだまだと思うという強い気当たりでグッと入ってくる。とっと踊る。二つ目は、行こうかなと思った時に、はっと入ってこられる。三つ目は、いつの間に、スルスルスルッと入られてしまう。間を詰められる。この三つくらいの局面を自分で実感やられた時のことを理解していると、じゃあそれを使ってみよう。当然絶対条件として攻めるっていうことは、内間に入る。あるいは内間よりも、内間がここだとすれば、その近くまで入る。あるいは内間まで入る。内間よりもさらに深く入る。いろんな入り方を使って距離を詰める。これはもう絶対の条件です。それから、条件の二つ目として、色を見せるか。